谷川秋は、福岡県八女市出身のプロ野球選手。宇と右みち。北海道日本ハムファイターズ所属。小学1年時から野球を始めると、八女市立地区南中学校時代には、公式野球チームの八女スカイホークに所属。月谷学園高校への進学後は、2年次夏の全国高等学校野球選手権福岡大会で、決勝にまで進んだものの、 春夏ともに甲子園出場はできなかった。高校卒業後は東京農業大学へ進学。2年次の春から東都大学野球2部のリーグ戦に登板。在学中には2部リーグ戦通算30試合の登板で5勝12敗という成績を残したが、当時は故障がちなことも災いして NPB 球団のスカウトから注目されなかった。 野球部の一学年先輩に、陽川直将がいる。大学卒業後、地元の九州三菱自動車に入部。一年目から先発の一角を担い、都市対抗野球大会には、西武ガスの補強選手として出場。NPB ドラフト会議での指名対象になる二年目には、前年に引き続き西武ガスの補強選手として、都市対抗本戦に出場。ドラフト候補にも上がったものの、 夏以降調子を落とした影響もありどの球団からも指名されなかった。3年目にはさらなる成長を遂げチームの絶対的エースとして活躍。都市対抗野球大会の九州予選においては7日間で6試合を戦うというハードスケジュールに見舞われながらも5試合に登板し4関東勝利を記録。チームとしては5年ぶりの出場となった都市対抗野球大会の本戦では 前年度優勝チームである、トヨタ自動車との開幕戦に先発すると、延長12回にタイブレークから藤岡博次第に、サヨナラ満塁本塁打を打たれたが、延長11回までを1失点に抑えるとともに13、三振を奪った。9月の日本選手権大会九州予選では、本大会への出場こそならなかったものの、3関東を含む5試合連投で相当9回数が33イニングにまで、 達した。入社当時のチームメイトに有吉祐希がいる。さらに、第28回ブファアジア選手権へ出場する日本代表に選出。背番号18を背負い、予選ラウンド、スーパーラウンドで、それぞれ初戦に先発し、勝利を収めると、台湾との決勝戦では、最終回にリリーフ登板し、胴上げ投手となるなど中心選手として活躍。 大会通算の防御率は0.00で最優秀防御率のタイトルを獲得するとともに、投資としてベストナインに選ばれた。同社では営業部に所属しており、車業では店舗の方や顧客からもたくさん応援してもらった。車は決して安い買い物ではないので、信頼関係を築くことの大切さも改めて感じることができたと語っている。 営業部の方針で練習にも携帯電話を持参しており、顧客から連絡が入れば、練習中であっても応対していたという。2017年度、NPB ドラフト会議にて、阪神タイガースから50名指名を受け、契約金5000万円、年俸840万円という条件で入団と、共に大学から直接阪神へ入団した日川と、再びチームメイトになった。 担当スカウトは田中修太で背番号は34。2018年には2軍の秋春季キャンプ中に埼玉西武ライオンズの2軍や久保ハンファイイーグルスとの練習試合で高騰。その結果終盤に1軍の沖縄キャンプへ合流した。金本智明が1軍監督へ就任した2016年以降の阪神春季キャンプ中に 2軍から1軍への昇格を果たした選手は、新人以外を含めても谷川が初めてである。キャンプ後のオープン戦では、2試合の当番をいずれも無失点でしのいだことから、首脳陣は谷川を先発要員として起用する方針を決めた。谷川はこの方針に沿って、公式戦の開幕直前から再び2軍へ合流。ウエスタンリーグの公式戦で、5月上旬までに6試合の、 当番で2勝0敗、防御率2.90という好成績を残し、5月10日の対読売ジャイアンツ戦に先発投手として1、軍公式戦へのデビューを果たした。しかし、4回3失点5奪三振という内容で敗戦投手となり、翌11日に2軍公格となった。2軍ではその後も先発投手として、当番を重ねていたが、6月1日に、 中継ぎ要因として一軍へ最昇格。翌6月2日の対埼玉西武ライオンズ戦にて、二点ビハインドの5回裏に2番手として、9円投板。1イニングを無失点に抑えたが、その直後に、阪神が勝ち越したことで、勝利投手の権利を獲得。そのまま阪神が勝利したためプロイリアと初勝利を、挙げた。二千十九年は一軍では四試合に登板し、勝ち負けなく、 防御率3.68、2軍のウエスタンリーグでは24試合の登板で4勝1敗、防御率3.24であった。11月5日、現状維持の900万円で契約公開を行った。シーズンオフにはフォークボールの習得に励み、10月に開催されたフェニックスリーグではストレートとフォークボールのみで配球を組み立てた投球を行った。 2021年4月17日、金銭トレードで北海道日本ハムファイターズへ移籍。最速時速149キロメートルの回転の良い、ストレートとカットボール、スライダー、カーブ、シュートを投げ、高い制球力も持ち合わせる。関東能力が高いことや、伝統に耐えられることが高く評価されている。担当スカウトの田中は、今度、今度、雨、今度ならぬ。 谷川,谷川、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 理想は、久保田智之と表現している。谷川自身も、入団直後に、1年目から公式戦の開幕から1、軍に入って、中継ぎで60試合に登板することを目標に、挙げていた。近藤博士や藤川球児を投手としての目標に、挙げている。藤川については、投球を楽しんでいるという印象があるとしており、 中継ぎ押え投手としての心構えなどについて学びたいと語った。大学時代以前は注目される選手ではなかった谷川だが社会人時代に大きく成長した。その要因として入社当時エースとして活躍していた有吉の存在やプロ野球の経験を持つ指導者との出会いを挙げている。入社1年目には当時の投手コーチである山内隆典の指導のもと、 体づくりやホーム固めを観光。3年目には福岡市内でスポーツジムを営む小林寮館から負担を最小限にとどめる体の使い方やケアの方法を学んだ。さらに山内の公認としてコーチに就任した加藤真一からシュートの投げ方を教わり投球の幅を広げた。ありがとうございます。